実現しましたので、とても嬉しく思っています。本当に今日も皆さん、素晴らしい中お越しいただいてありがとうございます。本当に最後までもし楽しんでいただければ、何か心の伝わるものが、では次の曲は一応また日本語の曲なんですけれども、真の愛とは何かみたいな、そういうテーマに書かせていただきました。水のごとく